パッドアボートテスト1アポロパッド -1 とはアメリカ合衆国のアポロ計画において最初に行われた非常時に宇宙飛行士が脱出するためのロケットの発射実験である。パッド -1 の目的はロケットが爆発するなどの緊急事態が発生した時に飛行士の乗った指令船をできる限り遠くに避難させる緊急脱出用ロケットの試験であった。 1963年11月7日、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場で最初の発射実験が行われたが、この時には司令船の内部には計測機器などが搭載されていたわけではなく、完全なダミーだった。現地時間午前9時1秒にメインロケットに点火のシグナルが送られた。同時に頂上部にある小型の方向制御用ロケットも点火され、 パッドマイナス1は、徐々に水平方向に移動しながら急上昇した。発射から15秒後、高度2800メートルに到達した時点で、レが切り離され、パラシュートが展開し、指令船は、発射地点から2.5キロメートル離れた地点に、時速26キロメートルで着陸した。アポロパッドアボートテストノベンバー71963。ありがとうございます。